さあその試合は間もなく後半戦に入ります。前半戦終わりまして星稜高校7点合同チーム10点という状況で非常に拮抗した戦いが展開されました。現時点では優位にあります合同チームですが星稜高校しかしこのまま黙っているとは思いません。さあ後半戦どのような攻防になるでしょうか。まもなく後半開始となります。後半戦は星稜高校のキックオフで試合再開となります。さあ一律西宮40番がリターンに入りました。これは星稜75番ナイスタックル。しかし合同チーム自陣34ヤード付近からの攻撃となります。前半戦のその拮抗した攻防がそのまま後半戦最初のプレーにも現れる素晴らしい白熱したプレーでした。さあ3校合同チームの攻撃から後半戦開始です。ボールオン自陣34ヤードから合同チームファーストアウト。ダイブプレー中央突破によりまず最初の鎖を打ちます。キャリア15番。前半戦も好調なランニングバックハンドオフを託され約3ヤードゲインとしています。キャリア15番は松下三田松雲館高校出身。三校合同自陣37ヤードからセカンドダウン7。さあ今度は星稜ナイスです。今度は反対サイドでダイブプレーを入れましたがこれを66番見事に対応しましてノーゲイロスなくサードダウンに展開させます。素晴らしい反応をしましたのは星稜高校66番の藤田。合同チーム自陣37ヤードからサードダウン7。さらに中央へのランプレー、さらに中央へのランプレー重ねます。キャリア15番。今度はオフセンター付近をつきまして約6ヤードのゲイン。しかし攻撃権更新にはまだ至っておりません。合同チームフォースダウンとなります。フォースダウン残り1ヤードの状況、合同チームここは安全にパントフォーメーションを選択し陣地挽回図ります。ボールオン自陣43ヤード。ここでパントを蹴りました。73番のパントを星稜見事にパントブロック。結果的に陣地挽回図らせませんでした。相手陣入った位置での攻撃権獲得です。星稜高校結果的に相手陣38ヤードからの攻撃となります。さあビッグプレー出まして星稜ここを逆転の糸口とするでしょうか。ボールオン相手陣38ヤードから星稜ファーストアウト。さあクォーターバックのランプレーでまず展開しようとします。相手タックル受けましたが約2ヤードのゲイン。キャリアクォーターバック24番は畑。
星稜高校相手陣36ヤードからセカンドダウン8。さあプレッシャー来ているが、パス不成功。クォーターバック24番プレッシャーを浴びながら、しかし猛烈にかわそうと右オープン展開を図りました。しかし追い込まれ、あわやサックというところでしたが、しかしパスを投げ捨て、この攻撃権を失う形ですが、しかしロスを防ぎました。合同チームディフェンス陣、素晴らしいプレッシャーをかけています。さあこれを果たして星稜かいくぐり攻撃権継続となるでしょうか。星稜相手陣36ヤードからサーダウン8。パス不成功。ここで中央に入り走り込んできた35番にパスを投じましたが、しかしパス不成功です。ダウン一つ失ってフォースダウンに変わります。さあ星稜はこのフォースダウン8をどのような選択とするでしょうか。ボールオンは相手陣36ヤードの位置にあります。星稜プレーを選択します。フォースダウンギャンブル、8ヤードの前進に攻撃権更新をかけます。ここでトリックプレーを展開しました。一旦レシーバーにトスをしまして、そこから左オープンへのリバースプレー、逆プレーを展開しようとするフェイクでした。そこからクォーターバック24番にパス、通っていればあわやタッチダウンというプレーでしたが、しかしこのプレー通らず、パス不成功により4回目の攻撃失敗、攻守交代です。ターンオーバー。さあ星稜まず最初のシリーズは仕掛けてきました。しかしこれをしのいだ合同チーム、自陣36ヤードからファーストダウン10。さあ今度は中央のプレーです。片倉に中央への大プレー、パワープレーにより突破を図りましたが、これにより約9ヤードのゲインとしています。お前大丈夫か。ここで負傷者発生によるレフリータイムアウトが入っています。しかし素晴らしいランを見せましたのは三高合同チームに配属されていますサンダー松雲館高校15番の松下、本日好調にダイブプレーを重ねていっております。さあ試合再開です。合同チーム自陣45ヤードからセカンドダウン残り1ヤード。さあ再び中央のダイブプレー、攻撃権更新です。合同チームファーストダウン、最も基本プレーとも言うべきハンドオフからのダイブプレー、しかし最も古典的であり、しかし最も重要なボクシングでいうジャブに匹敵するこのプレーが片手に繰り返され、見事に合同チームリズムを作っています。合同チーム自陣47ヤードに入りましたのファーストダウン10。ここでイエローフラッグ反則が発生しています。ここでオフェンスチームに反則です。交代違反、フィールド内に12人いました。アメリカンフットボールはフィールドの中は11人以下と決まっています。この反則により5ヤードバッタリシーファーストダウン、やり直しとなります。
ゴローチーム5ヤード下がりまして自陣42ヤードからファーストダウン15。ここでダイブプレーをむしろ押し返しました。ディフェンスライン陣ここぞとばかりに一気に10番を押し込みました。アメリカンフットボールは中央縦に上がっているランプレーは最も進んだ地点でボールデートとなりますので、先ほどのロスは認められません。しかし素晴らしい白熱したパワープレーを跳ね返す形のディフェンスでした。さあしかしそのボールが止まった地点を果たしてどことするか、現在審判団協議に入っております。ボールを持った選手が迂回しようとした際にロスをされた場合はその倒された地点となりますが、先ほどは前進しようとした状況を跳ね返す形でした。この判定がどのようになるでしょうか。ここでウォーターブレイクが入ります。いわゆる前進しようとする動きをフォワードプログレスとアメリカンフットボールは表現します。この動きをキャリアがしようとしている際には交代しようという意図的に交代しようという判断ではありませんので、ロスは認められません。最も進んだ地点が前進距離という形に判定されます。しかし先ほどのロスがしかし向こうになる方が惜しいほどの星稜高校ディフェンスライン陣の奮闘でした。これが起爆剤となるでしょうか。ボードチームその裏を返すその選択肢が残っているでしょうか。さあウォーターブレイク解けまして試合再開となります。ボードチーム自陣43ヤードからセカンドダウン15で試合再開となります。さあ今度はカウンタープレー、ランニングバック40番テールバックに託しまして裏をつくようにランプレーを重ねようとしました。ゲインはしていますがしかしサードダウンと変わります。キャリア40番は市立西宮高校の1位。合同チーム自陣45ヤードからサードダウン13。さあこの長い距離突破できるでしょうか。再びテールバックに託しました。今度はブロッカーを集めてのパワープレー、中央へのブラストプレーにより突破を図りましたが、しかし攻撃権更新には至っておりません。フォースダウンと変わります。ここをあえてパスとせずパワープレーによる相手ディフェンスを破壊して突破するブラストプレーを展開し攻撃権打開を図りましたが、フォースダウン8の状況となりました。合同チームボールオンはハーフウェイ、パントフォーメーションを取ります。さあ先ほどはこのパントシチュエーションで大きなプレーがありましたが、今度はどうでしょう。このバントは星稜陣18ヤード地点で外に出ました。この位置で攻守交代となります。攻撃権変わりまして今度は星稜高校の攻撃と変わります。互いに持ち味が出ている形で後半最初のシリーズは展開されました。そして星稜高校後半2回目の攻撃シリーズに入ります。ボールオンは自陣18ヤードから星稜高校ファーストダウン10。
ス不成功。クォーターバック24番奥に走り込んだワイドレシーバー35番へのパスでしたが、このパスはオーバースロー、パス不成功でセカンドダウンに変わります。ボールの位置は自陣18ヤードの位置から星稜高校セカンドダウンテン。パス不成功。クォーターバック24番、果敢に襲ってくる合同チームのプレッシャーをかわしながら後ろずさりつつパス、ディープゾーンに走り込んだワイドレシーバー8番にパスを投じましたが、しかしコントロールアーズパス不成功に終わりました。星稜高校サードダウンに入ります。ボールオンは自陣18ヤードから星稜高校サードダウンテ。24番プレッシャー見ながら、ここで左側へのロングパス、競り合いながらワイドレシーバー87番見事にキャッチまして攻撃権更新です。星稜高校ファースト。ここで負傷者が発生しましたので、ここで一旦レフリータイムアウトが入ります。しかし見事なプレーでした。競り合いながら見事キャッチしましたのはワイドレシーバー87番の原田。現在負傷者が発生しておりますので、レフリータイムアウトとなっています。しばらくお待ちください。本日は4月でありますが、非常に気温が高くなっております。脱水症状を起こしやすい状況になっておりますので、これに体の対応がなかなか選手たちは厳しい状況にあります。しかしその中で見事に果敢に戦っております。星稜高校厳しい状況を見事ロングパスで突破しまして、攻撃権を第1ファーストダウン1回目の攻撃に戻しました。ボールオン自陣42ヤードから星稜高校ファーストダウンテ。さあ今度は中央へのランプレーで打開を図ります。キャリア6番に託しましたが、しかしこれは合同チーム集まりよく1ヤードロス。合同チーム中央は許しません。星稜なんとかこの中央の突破口を開かんとランプレーをあえて挟んでいっていますが、しかし合同チームここは許さずと素晴らしい攻防を見せています。星稜高校1ヤード下がりまして、自陣41ヤードからセカンドダウン11。成功。しかしイエローフラッグ、反則が発生しています。星稜ここでロングパスによる突破を図りましたが、ここで反則が発生しました。果たしてどちらのチームの反則だったでしょうか。
フラッグは無効です。フラッグ反則は取り消されました。パス不成功の判定です。従いまして星稜ダウンを1つ失ってサードダウンの状況に変わります。星稜高校自陣41ヤードからサードダウン11。しかしこれは中央付近で止められています。ここでレフリータイムアウトが入っています。クォーターバック24番たびたび襲いかかるプレッシャーをかわしワイドレシーバー35番にパスを通しました。しかし攻撃権更新には至っておりません。フォースダウン5の状況となっています。しかし見事パスキャッチをしましたのは星稜高校35番の森。競り合いながら見事なキャッチを決めました。さあ、まもなく試合再開となります。星稜ボールオン自陣47ヤードからフォースダウン5。フォーメーションを変えます。パンクフォーメーションを選択しました。これはナイスバントでした。ハンター8番大きく後方にそれました。スナップをリカバーしプレッシャーをかわしてなんとか蹴り出しましたが、素晴らしいバウンドでこのバントにより陣地挽回なしております。合同チーム結果的に自陣28ヤードの位置に下げられ、この位置からの攻撃となります。さあ合同チーム攻撃に変わります。自陣28ヤードから合同チームファーストダウン10。さあ中央へのダイブプレーですが、星稜高校対応してきました。ノーゲインです。ここで第3クォーター終了です。第3クォーター終わりまして、県立星稜高校7点、3校合同チーム10点、その差3点でファイナルクォーター第4クォーターに移ります。